今週の秘蔵補と、1980年代中盤に空前の大ブームを呼んだ、おにゃんこクラブのメンバーの中でもひときわ、輝きを放っていたのが渡辺美奈代だ。86年7月に、瞳に約束、でソロデビューすると、なんと5曲連続でオり込み1位を獲得。87年9月の解散以降は、バラエティ番組などで大活躍した。写真、 新婚ホヤホヤの渡辺美奈よ。96年4月からは桂さん三の人気番組、新婚さんいらっしゃい。朝日放送系の6代目女性司会者に就任。渡辺自身、3月に結婚したばかりの新婚ホヤホヤだった。同年5月10日本市には当時26歳の渡辺のインタビューが掲載されている。今までテレビで見ている以上に、 出演者の過激すぎるトークに圧倒されています。もう下ネタが多すぎて私の口からは説明できません。普通の人が、それも女性の方がハキハキと下ネタの話をするんですよと顔をわからめた。夜の夫婦生活を明けすけに話す出演者を前に、渡辺は自分の立場を忘れてお客さん状態になってしまうという。一方で渡辺は番組のテーマソング、いろいろあったけどでは、 男性の名前が26人も出てくる意味深な歌を歌っている。渡辺は、私もこの年齢なのでそれなりに恋はしましたとさらりとかわしてみせた。新婚さんのプロデューサーからは、3年間子作り禁止令が発令されているという。しかし、子供は好きだし歴代の司会者で妊娠した姿で出演した人はいないので私が初の妊婦司会になりますと仰天発言も飛び出した。 結局、同番組の司会は97年まで続け、その後はバラエティやドラマで活躍。現在も2児の母の主婦タレントとして奮闘を続けている。